3日ぶり4日ぶりとかちょっとね珍しくめちゃくちゃお休みしてました。配信を久しぶりなんかやってない間にさ、アイスのキャンペーンとかも全部始まっててさちょうど私が配信しなくなった日からだったし、あとねお話し会の受付も元気でした。ごめんね全然元気ではあるんだけど元気だったよお話し会の受付、あ、バニラありがとう、ありがとうバニラたくさん嬉しいあ、ありがとうね、あとなんだろう、あ、いろいろな味ありがとうございます。これさ何味にするとか決めた方がいいのかなどうなんだろう、わかんない、とりあえず ありがとうこんばんは、ありがとうね。あ、待って何、あーすごいバニラかわいい、ありがとうございます。初めて見た、ボックスから出てきた、かわいい。なぎちゃんがチョコミント嫌いって言ったが大量に受け付けたえバニラありがとうね。あー、いろんな味、ストロベリーとチョコミントも。浴衣のさほちゃん以来会えてなくて、そうだよね、あの日以来してなかったから、そうなの、そう、お休みしてたんです、見逃してたとかじゃなくて全然大丈夫なんですけど。13日の夜公演、あ、そう、私13も14も出させていただくかなんか外れ、あ、外れだったの今のボックス、そうなんだ、そっか、ありがとうチョコミントもたくさん、なんかどうなんだろう、ありがとうございます。日曜日昼夜を待ってます。あとおしゃべり会もね、受付が6時まで一旦終了、あ、当たりだこれが当たりなの、すごい、ピース、終わっちゃった、ありがとうございます、当たりだった、ありがとう。そう、なんかチケットがあったから続いてて、 なんか続かないかなって思っちゃったってたんだけど、今続いてるのでまたね、おしゃべり会、そう、おしゃべり会ね、ちょうど6時が今日の6時販売が今日の1時までだったので、そう、本当に初めて見た、私も初めて見ました、全然最近ショールーム見れてなかったから。リンモスターありがとう、チョコミント好きはヒロカッピがね、ヒロカッピ本当にずっとチョコミントのねアイス食べてるのあ、そう、チケットでなんとか継続してます。そう、おしゃべり会の話が全然できてない、そう、あのチケット、あ、じゃない、おしゃべり会6時販売が今日の1時までだったから、申し込んでくれた方ありがとうございました、本当に。多分まだ全然みんな当たると思うからあの申し込んでくれた方会いに来て、恐怖の決済してくる、あーありがとうね。長岡で初めてのお話し会、お、待ってます。18日ね、生誕 T シャツお揃いにしましょう。ルアさんチョコミントが苦手らしい、え、私も苦手一緒だ。あ、バニラありがとうございます、あ、チョコミントもありがとう。そう、恐怖の決済が欲しいそっか、あとあれ、ガッタファンのお話し会の当落も出たみたいで、なんかそれは全然さ、まだ私システムがあれ分かってない、分かってないんだけど、なんか X で落選の方がいて、え、そんなことあるのってなったんだけど、そう、多分当たってると思うから、多分初めてのお話し会はね21日、何着ようかなって考えてます、ずっと。ありがとう、アイスたくさん。チョコミント苦手、親近感浴衣姿可愛すぎて一緒にいた友達にサオちゃん可愛すぎて、サオちゃんに言えばよかった、そう、私に言ってガッタファンもう当落出てるの見てくれ、そう、なんかちょうど見え、なんか当落の方のやつが出てきて、ガッタファン少しだけ申し込みました、え、ありがとうね、アイスもありがとう。おしゃべり会とかの決済ね、私もさ、おしゃべり会とか行ってみたい最近 AKB さんもさ、こいつんじゃったのさ、おしゃべり会の、なんて言うんだろう、南部何来ますみたいな方が出てきてるから、私もそれに行きたくて行きたくてしょうがないクレジット弾かれた人いた、あ、そういうこと、
クレジット弾かれた人いたってどういうこと？クレジットカード使えない、どういうことだろう。翌日は仕込まれず8月18日当選してました。お待ってます。カードの利用通知来て、なんだこれともガッタバトン。やばいやばいやばい、みんな給料1ヶ月分そんなに、ありがとうね本当に。クレカなんかそういうことかもしれない、わかんないね。おしゃべり会ありがとう本当に。そう、生誕ティーがね、もうちょっと、多分もうちょっとで出ると思いますので、お待ちくださいしばし。しばしお待ち。私はなんて言うんだろう、こんな感じですよみたいなやつ、大体のやつは見たんですけど、あとだからあとちょっとで本当にわかると思う。アイスありがとう、たくさん生誕グッズ楽しみ。そうなの、多分可愛くなってると思うので。そうなんです、11月の日もいろんなメンバーとしゃべりさめたら見学みたいな。そうだよね、アイスありがとう。生誕ティーはそろそろ、多分本当にそろそろだと私は思うんだけど、8月だからもう1ヶ月切ってて、そうだあと1ヶ月っていう、そう七夕の日にさ、誕生日まであと1ヶ月って思ってたから、もうそう当たってました。足足、およかった。ノマリンの先生みたい、のほほんってする絵ですよ。サホちゃんもです、そうなの、サホちゃんのうちは作ったので日曜日持ってきます。あー楽しみにしてるね、ありがとう。しばらくもやしせ。そうだよね、 AKB さんも今あったりするしね。アイスありがとうね、本当にいろんな種類のアイスをいただいてて。ありがとう。そう、 T シャツのデザイン考えたり、私タオルはめっちゃ自分で考えました。 T シャツのはほぼお母さんとに一緒に考え、一緒にっていうかもうほぼ考えてもらったって感じなんですけど、で私がそれを見て書いた、一応書いたのは私。アクスタも、確かにアクスタもだね。こんばんは、初めてグッズで、今までさガチャガチャシアターくじだったから。そっか、あさって音楽の日じゃん、楽しみですね。やったね、アイスもありがとう。そうだね、いろんなものが動き出している感じがする。こんばんは、いつでも楽しみね、楽しみ、私も音楽の日楽しみだけど、あさってってことは私はちょうど前座でした。前座だから見れないのかな、多分ちょうど見れないのかな。 T シャツは写真じゃなくてね、めっちゃ言う。トートバッグも可愛いはずですよ。目の前で知り合いがサホちゃん特賞出してて悔しかった。そうなの、じゃあきっと今度その特賞私は書きます。公演の時間と被らないといいね。確かに公演、そうだよね、見に来てくださってる方もいるから、うん。リスありがとう。そっか、サッカーで新国立競技場行くみたいな、新国立だっけ、国立、新国立、国立競技場ってさ、新国立競技場。え、合ってるそれで。音楽の日は録画していきます。国立ね、あ、シーンじゃないの、え、国立競技場ってさ違うの。待って、わかんない。え、私新国立競技場しか行ったことないかもしれない、自信ない。そう、日曜日は乃木坂工事中で36、そう乃木坂さんのシングルの選抜発表もあるみたいで、すごく楽しみです。友達とずっとその話してた、どうなるかなみたいな。話をしてました。ちょうど新国立競技場、あ、お、建て替えた、あ、そうなの、あ、じゃああれか、あの明治神宮の近くのやつで合ってる。アイスありがとうございます。オリンピック後に芯がついた、あ、じゃあ普通にそこでやるってことか、え、すごい、いいな。羨ましい、行きたい。でもサッカー私ルールがあんまり分かんないから、新たなセンターって言ってたから気になる。え、分かる、そう乃木坂の話ですよね多分今。乃木坂さんの話、
そうね、あなた、あ、待って、あ、当たりだ、やったポーズ決めるやった、当たりだ、当たり2個目、嬉しい、ありがとうございます。13日は太田由紀ちゃんと菅谷由紀ちゃんに、待って、もう私太田由紀ちゃんのおしゃべり会申し込むかすっごいずっとギリギリでさまよってた、画面画面ギリギリでずっと、あ、この日いけるかな、でもいけるかまだ分かんないしなっていう画面をずっと行き来してた。そう、大好きで最近ありがとう。ギザカさんの話、自分はキッキーと予想してる。お、それはマクドナルドさんの CM があったから予想してる方が多いですね。私は何も言えないですが、私も予想を友達としておりますサッカーはゴールにボールが入ったら1点わかるよ、それは何人とかがでもわかんない。あ、11人か言われてたもんね、選抜の時、サッカーじゃんって、だから11人、11対11でゴールキーパーがいて点を入れる。オタクの先生買ってあげて、え、行きたい、行きたいんだよ、オンライン。そうなの、キタリエさん、そう、キタリエさんのニュース見ました。なんかこうやってニュース見てたらネットの出てきて、あっってなった、びっくりしました。そう、サホちゃんの予想も気になる。え、私の予想はとか言って言わないんですけど、そうなの。あ、そう、あとあれの話もしたかった、NNB さんの10期生さんのやつ見ました。なんかね、ショールーム見てた子が2人受かっててなんて言えばいいんですか、すごい見てたから、すごい見てたんですねだから嬉しかったです。そう、15人中2人が、私が勝手に一方的に知ってて、あ、この子かわいいって思ってた子がいたので、すごいやったって感じ。そう、ちなみに三谷さんちゃんの話してあります。え、してあるのしてあるの、びっくりしちゃった。 AKB さん見てた。え、そうなの、10期生15人、そう、15人、個人的に、なんだ一回出るとオフサイド、そうなんだ。お、そう、もはや動くのそうなの、めちゃくちゃ見てて、そう、一瞬めちゃくちゃさ、ルーム行ってたから行ってたからっていうか、そう、だから嬉しいです。最年少11歳、そう、11歳の子かも、私が見てたの配信めちゃくちゃ可愛くて、そうです、名前も当たってる、そうなの、小学生の子かな。チョコミントありがとう自分の出てるの見返すことはある、どういうことだろう、え、ない、あ、そうだ、あの話もすごい、ありがとうね、アイス、いちごもありがとうございます。え、そう、なんかね、ハーゲンダッツにいちご、濃いいちごのアイスが出るみたいな、濃いアイス、濃いいちごのアイスが出るって言ってて、それをナギかな、ナギが教えてくれて、え、絶対食べたいっていう話したそう、小学生の子だったんです。確かに小学、いや、私もびっくりするよ、だって11歳だよ、6個下だよ、やばい。さっきタイムラインで見かけた、お、そうなの、美味しそうだよね、サイリウム6本、サオちゃんだけ見るえありがとう、サオちゃんが気にしてた3番の子受かっててよかっためっちゃバレてる。そう、私が気にしてた子が受かっておりました。あともう一人もいて、その子も受かってました。そう、普通のストロベリーも結構ね、そうなの、いつから、いつからだろう、そう、紅いちごみたいなやつ、めちゃくちゃ美味しそうだった。そう、ちょ、今アイスがめちゃくちゃ来て思い出しました、その話そうなの、あとなんだっけな、あ、コメンタリーをね、見てね見てねとか言って、急にコメンタリーを見返しててっていうか、見れてなくて、まだ自分が出てるのって本当に私見れなくて、自分が見られなくて、見たいけど見られないみたいな、喋ってる自分がちょっとあんまり得意じゃなくてだから見てなかったから、でも見ようと思って、配信がね終わっちゃうの嫌だから、ようやく
ようやくパート1を見まして、パート1を見まして、20回のやつを見て、うーんってなって、まだパート2見れてないそう、すごい見るのにめちゃくちゃ勇気いって、すごい5分刻みぐらいで閉じながら見てたすごい、もう私だけずっと引きずすごい、ね、ずっと見れてなかったからやっと見た。じゃね、日が僕ね、そうなの、ありがとうアイス、ようやくパート1ですよそう、でもメールね、わかる、気持ちわかるよみたいな言ってくれてる人もいて、すごい嬉しかった。私もわかるってなった。コメンタリー良かったね、ありがとう。さほちゃんの前座ステージは全部見てます、ありがとう。前座、そう、衣装もね変わったから、13日も髪型多分ね、あるので、あるので、そうパート3をもらいに来た。多分あれ泣きすぎてカットされてるうん、パート3ちょっと最後の方見てて、あの多分泣きすぎてて、本当にもっと長尺で泣いてたから多分カットされてる申し訳ない、ごめんなさいって感じ、本当に申し訳なかった、それは本当にごめんなさいってなりました。もうなんかスタッフさんになんか NGT 史上先輩の卒業でこんなにずっと泣いてる子いないよみたいな言われて、とか言ってそうなんですかとか言いながら泣いたっていうオフラインお支払い完了しました、ありがとう、楽しみにしてます、待ってるね、9月のオフライン買ってみようかな、ありがとう。じゃあもし7時販売始まったらぜひチェックしていただけたら嬉しいです、ありがとう。チョコミントも良い記念だったね、本当に。そう NGT41、 そうなのそれだけ思いが強いんだけどね、本当になんか本当になんか泣きすぎって感じですね泣きすぎって、うん、笑われるくらい、もうみんなに、そんなにって思われるぐらい多分泣いてたやばい、もう47分、15分くらいって思ってたんですけど、めちゃくちゃありがとうアイス、すごい、なんかすごい、めちゃくちゃテロップが出る、ストロベリミチョコミンコ、もう一個、あバニエ、あすごい、あ順位が高い順から出るんだそうなんだ、ベリミが一番私今上なんだねそう、日曜日ももちゃんとなぎちゃんと一緒で自然の笑顔が多かった、そうだね確かに、そう日曜日あ日曜日、そう浴衣祭り、そう一緒だったの、そう嬉しかった、一緒で浴衣もさ、浴衣の話もしてなかった、浴衣もさサイリウムカラーでまたちょうど、ありがとうストロベリー、可愛くしてもらって、しかも髪型もね、あれですよあれですよとか言ってなんだっけ、あれクラゲヘア初めてしてもらって、もう生まれて初めてでした、クラゲヘアやったの、なんか何がいいって聞かれて、クラゲでって言った、チュチュチュってやってくれて、めっちゃ可愛かった、そう顔が細くなったような、それは腫れが引いたからだね親知らずの腫れが引いて、なんかシュッとした気がする、私もこっちの歯が一本ないだけで気分の問題かもだけどね、まとめ髪が大人っぽくて好き、そうまとめ髪も初めてかも、ありがとう、そうなの、この間めいめいのセーターされてみる、すごっ、私めいめいさんの話し会も行きたい行きたいとか言って、出迎えのさほちゃん可愛すぎてびっくりしました、嬉しい、こんばんは、さらにみしよかった、そう腫れが引いた、そう腫れが引いたんです、そういう効果があるんだそう思わぬところに効果があ、ありがとうストロベリー、
ありがとうね。ここに効いてますね。きっと2ミリ細くえ、思うよ。だって歯がなくなったってことはさ、ちょっと骨格がさ、キュッてなってるのではないでしょうか。ね。ありがとう。ありがとう。自分が推しね、推し面が一緒、 AKB さんの荒技すぎる。確かに腫れたから、なんかその時のギャップで多分めっちゃシュッてしてるように見えるんだと思う。ずっとこんなんだったからさ、元に戻るだけでもさ、ちょっとキュッてして見えるよね。そう、顔も小さく、そう、小さく見えるでしょ小さく見えるでしょ。ちょっといい感じですよ。こっちの親知らずがまだ抜けてないから、いつか抜かなくちゃなんだなって思ってるいつか抜かなくちゃなんだ、痛いなって。あ、フォローありがとうございます。右はいつ抜きますか。まだ生えてきてなくて、右は、左だけ生えてきてたから抜いたんですけど、右はまだ。しかもさ、生えてきてないのに抜くってなると、あの、切らなくちゃいけない歯茎を、だから痛いから生写真の撮影した足を見されるねえ、それがさ、そうなんだよね。ちょっとこれはまた後日話したいことがある午後遅くなるたびに一度に4本抜いたアイドルがいて、え、4本、絶対痛いよ、食べられない、痛みは消えた、消えました、あの、全然痛くない、そう、痛そう、そう、全然ね、今は全然平気、ずっと痛み止めを飲んでたから全然平気です、もう余裕そう、やばい、よしそう、まあ予想はお任せします、また後で話す、ここの時の話は大丈夫、ごめんね。咳は多分エアコン絶対にエアコン エアコンですね。うん、バスダイエット終了、そう、本当にそう、なんか全然食べちゃう急にむせるときある、そうなの、急に喉が、ごめんね、ミュート機能便利、そうなの、うん、除湿感、リモコン、よし、運転切り替え、除湿にしてみましたあ、ありがとうアイスやばいやばい、めちゃくちゃ星だ。除湿にしました、一旦、多分なんか窓開けて寝ちゃったりしてるのが良くない自覚してるの。でも最近は窓開けてもさ、もう涼しくないんだよね。あとも、ありがとう、アイスもね。フィルターの掃除してる。まだしてない。え、やばいかな。した方がいい。今度お母さん来た時に。やってもらおうかな。濡れタオル。確かに。開けっぱはダメ。ね。寝る前に閉めようって思ったら寝ちゃってる。そう。除湿の方が電気代も安いらしい。そうなの？すごい。除湿めっちゃいいね。雨も降ってるからね。そう、梅雨入ってさ、やってもらう、ちょっとやり方が分からなくてフィルター掃除したことない。フィルター取って吸えばいいの、あら、洗うのか。そう、
すごい、そんなにシュッとしたこっち側だけちょっとどんどん左右非対称になってくんだけどアイスありがとう。57分ぐらいに男女読みします。チャット全然遅れてないね、ごめんね。そう新潟の暑さは大丈夫、大丈夫、なんかね、うん、え、大丈夫です、全然。なんかちょっとムシムシしてるかなってぐらい。ガッタファンお話し会はなんとかだったけど、テスト戦も話し、お、ありがとう。ガッタファン、どうだったの。そうね、ありがとう。アイスも前より美人だった、晴れが引いたからかな、よかったです、それで美人になれたならばありがとう。レインボースターも梅雨明けしたらさらに暑くなる、確かに。自動フィルター掃除する機種もあり、あー、エアコンできないのかな、これ内部クリーンっていうのがある内部クリーンしてもらおうかなね。劇場の時にしよう、あー、こちらこそありがとう、ありがとうございます。なんか除湿の方が涼しい気がする、気のせいめちゃくちゃ気のせい、もしかして、なんとなくだけど涼しい、うん、ガッタファン落選、落選いたん、なんでだろう、完売してる、え、なんかめっちゃエアコンがうるさくなった、え、落選するはずさ、ないと思ってるんだけどさ、もう本当に落選だったの、なんでだろうね、ええんだよ、めちゃくちゃ、なんでだろう、そんなに枠少ないのかな、え、だって6000だよ6000だよ、1時だよ、だってまだ、なんでだろう、完売、え、本当に言ってる、私本当にって思ってるの、ずっとそれちょっと見かけて、枠がめちゃくちゃ少ないじゃない10人とかなんじゃない、もうびっくり、びっくりだよ、100枚まで申し込みできるから、あ、これもう絶対そう、クレカ決済弾かれたとか東方上、え、わかんない、なんか一旦クレジットが弾かれてないかを確認してほしいかもしれないそう、ありがとね、でも申し込んでくれて、もし2次販売多分完売になってないと思うから、よかったらまた申し込んでね、多分そう、多分ね、なんでだろうね不思議、私はとってもオフラインありがとう。そうサオリン、え、私まだちょっと実感がとか言ってなんかそうシングルの方もね、ありがとうございます、いつか残りわずかとかになれるように頑張りますので。時間大丈夫じゃない、ありがとう、ごめん、時間大丈夫じゃなかった、今日短時間だったけど来てくれてありがとうございました。明日ね、朝ちょっとして夜はできるかわかんない、多分 できるかもなんだけど、だから朝ちょっとだけします、7時くらいからしようかなって思ってます、だからまた来てね。18日ありがとう、男女読みします。13位タムヒロさんありがとうございます。12位ベルタさんありがとうございます。11位ピカドンさんありがとうございます。10位ミッキートケイさんありがとうございます。9位大関さんありがとうございます。8位メープルナオくんさんありがとうございます。7位セッテンガーさんありがとうございます。6位アキラちゃんありがとうございます。5位ウツロさんありがとうございます。4位チーボーありがとうございます。3位カズヤさんありがとうございます。2位コミュニストさんありがとうございます。1位ポメラニアンさんありがとうございます。ありがとう、アイスもたくさんありがとうございました。ちょっと私何にしますとか何も言ってなくて、アイスだからね、いろんな種類のアイスありがとうございました。なんか決めた方がいいのかな、これってどうなんだろう、ちょっと初日からできてないから、今回は全然システムがわからないんですけど、
でもたくさん話せてよかったです。また話足りないので明日やります。とりあえず言いました、ありがとう。何にしようかな、何にしよう、決められない。ではまた、あーやばい、10時、ありがとう。